今回は「秘密の教養」「誰も教えてくれない仕事の基本」を紹介しますこれくらいの教養は持ちなさい知らないと恥をかく「世界の大問題」「真面目に知識を詰め込むだけではどう使っていいかわからない」そんな悩みを飯島功がクイズ形式で解決する本書では「 小泉純一郎元首相と対照的な飯島の冷たさが際立つ正解を見る彼の視線は冷徹という表現では足りず悪魔的ですらある人生の大半を政治家と同金しその影の影で見て味わい尽くしてきた彼は権力に最も近い身分でありながら権力に最も飽き 絶望ししていいる人間ななのかもしれない官僚や政治家に対する飯島の凍るような批評を読んで実は彼は官邸の中枢に救う革命家なのではないかそんな考えが頭をよぎったアイドルとの対談など他愛もない企画にもページが裂かれており斜め読みすると内容の薄い本と感じるかもしれないしかし2度3度と読み返せば 非常ににが散りばめられているのに気づくはずだ。特に日米関係についての突き放した洞察には目を敬い枯れる思いがした出世を目指すサラリーマンや経営者政治家だけでなく 沖縄の辺野古や東京電力で声を上げる人たちにも読んでほしい。なぜ日本政府は TPP に参加しようとしているのか。なぜアメリカの基地が日本国内にこれほどあるのか。なぜ日本は原発を止めないのか。この国はどこから来てどこへ向かっているのか。その答えが本書にはある。以上。興味のある方は。 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします